おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモイのひゅうのです。よろしくお願いしま す。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービックカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している、番組でございます。はい、はい、ということで今日はですね、5月28日で、はい、終わるで5月、ね、終わりますせ、もう終わりです、皆さん5ヶ月終わりました。令和4年が、はいはい、ということで、令和4年終わります。今日この回やってます。5月28日は、どんな日なんでしょうか。みんなこの日なんの日、気になる日です。はい、28日は3000本記念日です。3000本記念日、何、はい、誰かの3000本アンダーとかそういうこと。はい、そうなんです。そう、はい、1980年昭和55年の、5月28日にロッテオリオンズの張本選手が、ロッテ本拠地の川崎球場でカーツカーツですね、はい、あっぱれ、はい、日本プロ野球史上初の通算3000本安打を本塁打で達成した。おー、すげー。あ、3000本安打目が本塁打だったんですよ。ホームランやったね。ホームランで達成した。なるほど。はい、翌1981年の引退までに、3085安打を記録して、すごいな、はい、すごいですよね。張本は通算500本塁打、300盗塁の300盗塁を達成して、唯一の選手。まあね、サモニでね、いろいろと発言が物議を醸しますが、いつも今じゃそうですね。ね、選手自体、いや、もう選手としてはすごい人ですからね、本当に。本当に俺だって、あれやもん、ほら、サムライジャイアンツっていうね、アニメあったでしょ、あれで、サムライジャイアンツに、すごいのがね、ほんまに、長嶋さんとか、みんないるのよ。で、張本さんもちゃんといる。だから、アニメのキャラクターにもなってるから、すごい人ですよ。で、あれは、バンババン、そうですね、そうそう、バンババンっていうね、四国の、高知から出てきた。でお父さんがね、クジラ漁師やった。で、漁行った時に、クジラに飲み込まれて、でクジラの中から盛りついて、バーンって中から出てきて、でもそれで死んじゃった。っていうお父さんの意思を継いで、お前もでっかいジャイアンツってクジラの中に入って、クジラの中からその投球でジャイアンツを貫けっていうのでジャイアンツ、魔球がね本当に、ギューンって回ってね、こういう風に回転していくとかね、いっぱい見えるね、やつとかね、日本語はもういろんなやつ組み合わせ、いやもうすごかった、すごかった。そうエビゾリハイジャンプ、まあ、終わらへん次行きます。はい、5月28日、花火の日です。1733年、天保18年の5月28日に隅田川の両国橋付近で、水神祭の川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられた日となっております。はい、要はこのね、もう玉屋とかね、カギヤーとかいうねやつの始まりなんですけどね。で、まあ、これ異例でしょ。だから、はい、ちょうどこれがその天保年間に大飢饉があったりとか、いろんなことがあってですね、コレラ、はいはい、コロニーが流行したりとかして、はい、死者がたくさん出たので異例として打ち上げた天保の数ね、はい、まあ、味となっております。はい、はいです。はい、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 ありがとうございました。はい、ということでですね、今日はですね、はい、めっちゃ時間ないんですよ。あなんで、いやそうそう、めっちゃ盛り上がってもうてるけど、いやすいません、なんでかというと、なんと今日はですね、映画の日なんです。はい、はい、っていうか、その映画紹介がね、はい、2本入ってます。で、1本はこれね、画期的なブッキングをしました。おお、はい、すごいです。なんと
なんと、ね、アフガニスタンで初の女性監督と言われている、はい、サハラ・カリミさんっていうね、女性監督に、が、ちょうど昨日から、この関西でも、明日になればっていうね作品をね、公開されてるんですけども、はいはいはい、で、まあ、女性問題を扱った、はい、アフガニスタンの今のタリバンにね占領されてるというか、そのタリバンが政権取って、はいはいはい、もう180度生活が変わっちゃったアフガニスタンの女性を描いた。で、まあ、今もうタリバン政権になる前の世界を描いてるので、今はもっとひどいっていう状態なんですけど、で、まあ、その女性問題扱った作品を、まあ、今公開されてるんですよ。昨日から公開されて、27日からシネリーブル梅田と、アップリンク京都の方で、はい、で、元町映画館では順次公開という形なんですけど、で、この監督のインタビューを、はい、なんとサエコがやりました。いやなかなかね、俺も思いついた瞬間に俺なかなかやるなと思ったんですけど、はい。で、もうだって2人ともあの普通に英語を喋れる、うん、普通に英語で喋ってます、はい、字幕頑張ってつけました、はい、ということなので、まずそれを見ていただきたいんですが、それともう1個まだあるんですよ、はい、で、こちらはですね、今日のグッチョイで、うん、新作紹介という形で、ご紹介させていただきた、はい、これもまたあの、金子監督にですね、金子優監督にですね、私あの取材させていただいてますので、そちらの方をまた見ていただきたいということで、2発あるので、はい、あんまり時間ないんで、さっさと行きたいと思います、はい、ということで、あのとりあえずこれはあのよろしくお願いします、はい、はい、ということで、今日は、明日になればの、サハラ・カリミ監督の、インタビューを、最後やっております。こちらの方を、このプレゼンありかなしかスタート。Kan dit op dan nie da. Begin neem ek om het. Heet pak op na my familie. Tjena, prof. Dat af maar dag vertem dat telefoon om ons kar met. Amo wachtie ke baba gofti ma amroi reis en merom mo safara. Amo bo usan had sahra ham karet rafti. دختر هیچ از مهمتر از این نیست که برنامه من پشت بخت خود بره. دلم میخواست برعکس مادرای ما با عشق ازدواج کنم. ولی حالا زیاد دیر شده. حالا اینجا خانه فان است. امریکا نیست. تو مادر نشدی. نمیتونی با فامیلت بخواه. فامیلتی؟ دیگه نمیخواهیت. To open the interview, please tell us in one or two, like a very short word, what is filmmaking for you? Filmmaking is for me my life. And my life, yeah. Yeah, and the way that I share my stories and what I think with the world, with the people of the world. Yeah, thank you. And so as you heard, I'm a heavy metal singer. And then I was very much impressed, and I was like reading your personal history and the career history, and of course after watching your movie, I was like, wow, she's so inspiring. Never had I seen some woman like this, because heavy metal world is also until very recently white male dominant actually, and then I was the first female Asian singer actually who performed at the world biggest heavy metal festival in Europe, and. I had to fight a lot, especially against prejudice towards women or non-Westerners. And even me, it was like that. And so, of course, you achieved much more. So I expected you had to fight a lot to make it, to come to this point. Could you tell us a bit more about it? Like you're being female, is there any difficulty because of that? And also to make this film, this in Japanese it's called Asuni Nareba, but this film, was there any difficulty because of that?
You know that when you are different and you when you want to do different job, which people of your country they don't want to see, because there are always in certain job for women to be a teacher, to be doctor, to be I don't know, even when you can be singer, you should be very classical singer or whatever, or you want to be movie maker, it shouldn't be there. Our profession is not very welcome for the society, and for the traditional society like Afghanistan, it is not usual. So for that, you should fight a lot to change the mind of those people, to change their perception, you know, and to change what they think, and to somehow tell them that what you think is not the correct. Being woman in film industry itself is a big fight, because it is a male-dominated industry in general in the world. That every single day they remind you that you're a woman, okay? I am a woman, and I love to be a woman. I'm so proud that I'm a woman, but it doesn't mean that our gender should somehow limit us. They somehow, you know, in backward of their mind, they try to convince you that, okay, because you are a woman and because you are doing this unusual profession and because the society is so male-dominated, so you should do certain things, you should not do certain things, okay? Yeah. Which, for example, you should wear this kind of dress. You should sing this kind of song. You should make this kind of film. You shouldn't you shouldn't be controversial. You shouldn't cross the red lines. You shouldn't like taboos, you know? And these things, so it makes you sick. What the hell? Why men can do everything, okay? They can cross borders. They can cross red lines. They can be controversial, they can break everything, even they can break conventions, okay? But because I'm a woman, I cannot. So and I believe these are the reasons that you you described the female protagonist, three protagonists in the film, right? Yes, I wanted to show that even those women are traditional women or normal women inside the society. But when they face problem, and when they see problem, they are trying to fight and to even be taking the smallest, even smallest steps. But they are courage enough to fight against it, because otherwise, if you don't fight, you cannot get anywhere. Mm-hmm. And I was a bit intrigued by the meaning of cellophone, because it appears so many times in the film, and sometimes the women, they look like as if they were talking to the machine, not to the human being. So did you mean something? Is it a metaphor? It was a big metaphor also about the technology itself, but it is somehow these women, they were talking with a piece of technology. And it means that women, they try to explain themselves, but the technology, it is a big metaphor. For example, in Maryam part, it is totally that she's talking with something that we don't see, we don't hear, but with the phone, you know, an amount of loneliness. So it was also a metaphor, and I'm so happy you got it. Yeah. And actually the Mr. Hira from Material, he was also talking about it. Oh, that was quite, he felt there is a meaning, you know? So we feel like, okay, let's ask about it, okay? Could you give some message to the Japanese viewers? I think I'm so happy that my film is screening inside Japan in different cities. I ask Japanese people of Japan, especially women of Japan, to go and to watch
this film about Afghanistan, especially girls, and they can understand that women in different countries, they are struggling. So they should be very thankful of their freedom, and they should also try be more free, and they should fight for their rights. And also by watching this film, they also support women of Afghanistan. Okay, so thank you very much. I personally want to ask more questions, but yes, the time is limited, but it was so nice to ask you this question. And I have to tell you, you are the hope, I think, of many women. So please don't give up. It must be very tough for you, but please, please don't give up. So, thank you very much. Thank you very much for your time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. はい、ね、はい、見ていただきましたけれども、まあ、多分だいぶ早口で喋ったはって、うん、展開も早かったんで、うん、読めなかったりするかもしれませんけれども、後でまたゆっくり、ね、止めながら読んでいっていただければいいと思うんですけど、まあ、要するにどういうことかというと、ものすごい抑圧された社会なんですよ、やっぱ、うん、アフガニスタンっていうのは、まあ、米軍がいた時でさえ、やっぱり古い左がものすごくその幅を利かしていて、なかなかその女性の地位っていうのがね、うん、上に上げられないというか、当たり前のことが当たり前にできないっていう世界で、本当にね、この作品見てほしいのは、俺もうね、見終わった後に、アフガニスタンにはこんな男の人しかいないんですかっていうくらいものすごい女性のことを物扱いするとか、もうなんか召使いのように扱うみたいな、そういう男の人ばっかり出てるんですよ。うん、で、まあまあ一部ちょっとその優しい人も最後の方にちょっとちらっと出てくるんだけど、うん、若い子がね。でも基本的に出てくるのはもうほんまお前目ついたのかっていうぐらい憎たらしいおっさんとかじじいしか出てこないっていうね。本当に同じ男性として見ててイライラするみたいな、そういう人が出てくるぐらい、アフガニスタンの女性ってほんまこんな感じなんかなっていう、まあ、一部ドキュメンタリーかなと思いたくなるような劇映画なんですよ。はい、なのでぜひ見ていただきたいんですけどね、まあ、だからその内容がいかにこのサハラ・カリミ監督が今の現状を打破してやろうって思って、その戦いの武器の一つとしてこの作品をね、うん、世界に矢を放ってるみたいな感じの作品なんで、うん、ぜひですね、皆さんご覧になっていただければなと思っておりますっていう感じでしょうか。はい、うん、ということでございました。はい、じゃあさっさと行きますか。はい、はい、ではこのプレゼンありかなしか判定。いやもう、はい、小田さん、いやでもね、すごい別品さんでしょ、サハラ監督もね、ものすごい別品さんなんですけど、だからこそ逆にまた妬まれるみたいなところもあるとは思うんですけどね。でこの人ほんでね、アフガニスタン映画協会の初の女性の会長なの。会長なんですよ。だからその監督としても初 で、うん、で女性監督で、しかもその監督協会の会長やから、うん、すごい、すごいのよ。でそういうこともやりつつで、ちょうどタリバンが、うん、この作品自体は実は19年にもう制作終わってるんですよ。でやっと日本に来たんやけど、うん、でそのタリバンがやってきた去年の8月の時点では別の作品を制作してたらしい。もちろんおじゃんです。取れない、もう取れないから。でタリバンが来たら、インタビューの中で言ってたのかな、要するに、家からその教会まで行くのに、いつもやったら車運転していくのに、女性が車を運転してたらタリバン会うんだ。歩かなあかん。歩いていかなあかん。でしかも、タリバンは顔隠せ。女性が顔を、ね、そのままにして街を歩くのはアウトなの で、 うん、でまた法律でもう今完全に被らないでアウトになったんで、この間ね、はい、だからもう本当どんどん締め付けられて、もう国内に入れなくなって、ウクライナに行ったんですけど、ウクライナに行ったらウクライナで戦争始まっちゃって、今ローマに、ローマに、そうそうそうなんです。でそのローマにいる、サハラ・カリミさんと、今ドイツにいるサエコさんが、
対談というかインタビューをしてくれて、うん、それを今私たち日本で見ておりますっていう、うん、すごいでしょ、うん、すごいでしょ、いやいや、まあ、今後またね、あのこういう案件があったら、うん、あの紗栄子さんに、そうですね、お願いできたら、繋いでもらえたら嬉しいですね、ね、まあ、僕ももちろんその通訳返してね、うん、インタビューもできるんですけど、でもやっぱり通訳の方返すとね、それだけ間に入っちゃう部分があるんで、ネイティブでね、ちゃんとお話しできるね、紗栄子さんが入ってくれると面白いんじゃないかなということで、これからまた、こういう案件ありましたら、最後が突撃するというか、はい、いう感じでやっていただきたいなと思っております。はい。はい、で、一応このね、模様は、うん、今8分分ぐらいなんですよ。うん、で実際には25分ぐらい喋ってますから、はい、3倍ぐらいあるんですよ。うん、なので、それはフルバージョンを、公開いたしますので、はい、ぜひフルバージョンを、はい、そちらで、また、この番組番外編で、ご覧いただきたいなと思っておりますので、どうぞご覧ください。はい、はい、ということで今日の、このプレゼンありかなしかでした。はい、はい、ではあゆみさん、はい、ではお店の情報です。はい、はい、28日ですね、はい、コスミティック DNA DVD 発売記念イベント、はい、大久保健也監督の上映、はい、過去作を上映するイベントをやっております。はい、はい、28、29、6月の4、5と4日間開催しておりまして、はい、時間が13時から、はい、15時から17時から19時からと4回プログラムに分かれておりますので、ぜひぜひ過去の作品、はい、今ここでしかもう見れないと思います、はい、過去の作品をね、うん、楽しんでいただけますので、はい、ぜひお越しください、はい、監督のトークショーもありまして、まあ、ゲストも来られてね、トークもありますので、はい、こちらの方すごく見物だなと思っておりますので、うん、ぜひぜひお越しください、はいはい、料金は 1プログラムにつき1500円となっておりますので、はい、ぜひぜひね、4つとも楽しんでもらったらいいかなと。なかなかね、これ多分ね、これ見ると、はい、大久保健也ヒストリーを知ることになるでしょうね、はい、なぜ中学2年生ぐらいから作ってるから、ね、いやそれをまた大放出してるので、かなりの量、ね、見れますので、はいはい、50秒から1分とか1分半とかの作品がね、はいはいはい、たくさん無数に見れます。カーチェイス見てみたい。なんか血だらけでのたうってるやつもいるけど、ラジコンで、ね、そうですよね、1台しかないのにどうやってカーチェイスしたんやろなって、それがもう見たくて見たくて、はい、はい、そして、はい、3日の日、6月3日なんと始まりました金曜シアターというものをね、はい、開催いたします、はい、演劇映像ですね、はい、を流しますので、はい、ぜひぜひね、皆さんにね、ちょっとてもらおうかなと思っております、はい、で18時開場、19時スタートとなっておりまして、まあ、料金はそれによって変わってくるんですが、うん、今回の3日の分に関しては1000円プラスドリンクのワンオーダーセットになっておりますので、はい、ぜひお越しくださいませ、はい、作品は、演劇派カラーズのミラージュ、はい、ミラージュ、ね、今日の舞を、はいはい、上映いたしますので、はい、ぜひぜひお越しください。まあ、あれですよね、一番新しいやつですよね。そうですよね、一番新しいやつ、第4回公演、はいはい、はい、前、まあ、あれもだから回を増すごとにね、いろいろと仕掛けが、面白い仕掛けが入ってきたりとかして、はい、どんどん高度になっていってて、もう一個っていうところでコロナ来ちゃったんで、ね、はい、これが今最新作で、はい、ぜひご覧いただきたい、はい、ね、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ありがとうございました。まあ、はい、では行きますよ、今日のグッドタイムということで、今日はですね、最初に言いましたように、はい、新作映画です、はい、新作映画です。森の村ぶりというタイトルの映画なんですけども、村ぶり、カタカナで村ぶりという映画で、これがですね、金子優監督という、監督が、はい、撮られたドキュメンタリーなんですけど、そうなんです、これがね、タイの北方の方、北の方の、国境付近と、ラオスの国境付近あたりにいる村ぶり族という一族がいるんです。一族、そうです、ラ族です、ラ族です、ほぼラ族です。でただ元はほぼラ族やってんけど、今だいぶ文化的になってて、はい、T シャツや服着てます。あ、なるほど、狩猟民族というか、
その辺になってる身が取れて、で取りすぎたらあかんから、もうそろそろ移動するかなって言いながらこう点々点々とするっていうノマっていうか、そういう感じなんですね。で、ぐるぐる回っていくし、一族なんですけども、その人たちが今どんな生活をしてて、で、あのこれがね、タイとラオスにこう分かれちゃってるんですよ。で、面白いのがタイ側の人らもラオスの村ぶりはあいつらの一組っていうあの伝説が残ってて、でも会ったことない。親父の時には会ったことあるらしいけど、僕はもうまだ会ったことない。でも親父から聞いた話ではあいつら一組で、ラオスの人らもタイの村ぶりは一組らしい。お互いが言って、お互いが言って、やばいやつやぞ。そうで、会ったことない。で、この人たちちょっと合わせてみるみたいなことをちょっと金子監督と、それとあともう一人ね、あの、伊藤さんっていうあの言語学者の人、この人面白いの、30そこそこだったんですけど、あの大学でその村ぶり語を学んだら面白すぎて大学辞めて、あの現地で村ぶり語を独自に研究して、めちゃめちゃエキスパートになって、普通に村ぶりの人と普通に会話できる。ロースの方におる村ぶりと、こっちのタイの方におる村ぶりっていうのは一応一緒なんですか？一緒というか、一応ね、あの系統は一緒、はい、系統は一緒です。呼び方がまあそういう方、村ぶり族、村ぶり族っていう、うん、そうそう、ああなるほど、その移動するとかという、そういう生活スタイルを持って、で、ただ残念ながらタイの方の村ぶりはもうほとんど定住してます。あの農作業を手伝ったりとか、あ村を作っちゃった、であのなんか森の中で採れるものを持ってきて、で、で村にある雑貨店とかでなんか、俺お菓子大好きお菓子買ったりとか現代的な、ね、かなり現代で、あのラオスの方の村ぶりは、うん、もうその奥に住んである人らほんまに、ただあの服は着て、うん、T シャツとか服着て生活はしてるっていう感じです。で、その辺のね、あの詳しい話を一応僕はあの、金子優監督と伊藤さんに、インタビューしてまして、はい、そのインタビューを、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。今日はあの映画森の村ぶり、インドシナ最後の、狩猟民、というあの映画のですね、金子優監督と、それから出演者で、言語学者の、伊藤優馬さんの方にインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、あのどういう趣旨の作品なのかというのはちょっと監督からおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ伊藤さん、僕があの、はい、アプシャポン・ウィラセタ郡っていうタイの監督が好きで、はい、でタイの北部をね結構旅してたんですよ、はい、はい、その時いろんな少数民族の村に行ってたんですが、はいはい、最も原始的な生活をしていた村ぶり族を探しに行ったんですね、はい、ほうほうほう。でやっとこさっとこうその村までなんとか行ったら、はい、そこに日本人がいたんですよ。あ、そっからですか。はい、はあ。それが伊藤優馬さん。はい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 、もう15年近く村ぶり語を研究している人で、はい、で彼からどうもラオス側に十数人、うん、まだ21世紀のこの時代に森の生活をしている、うん、ノマド生活をしている人たちがいると、うん、それがまだ写真でも映像でも撮られてないって言って、それは撮りたいなって見てて思ったのは、あのタイとラオス の村ぶりって全然扱い違いますよね。あのタイ側はまあ2、30年前までは森の中に行ったんですけど、はい、今定住して、はい、お金が必要なんですよね、定住しちゃうと。そうですよね、はい、だから日雇い労働しなきゃいけないんですよ、はい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 、そうするとまあお金はない人たちなので、うん、まあ、最下層になっちゃうんですよね、タイの中で、はいはいはい、ラオス側はお金を使ってないので、うんうんうん、あのそれ以外の、まあ、交易、はい、交換をしたり、はい、あと労働をしないんですよ ね、あの森の中にあるものを集めて食べたり、はい、残ったりする人たちなんで、はいはいはい、非常にその共同体みたいなのがまだ生きてて。そうですね、後半ラオス側行って、あのキャンプの人たちの旦那と嫁が喧嘩してるけど、周りの人たちは割と普通にこうあのご飯は融通し合ってて、であんたにはあげないとかって言ってんだけど、お母さんから回ってくるみたいな、なんかあのすごい面白い関係性が見れたなと思って、本で出てくるあの縄文時代の狩猟採集生活というか、そのまんまですね。今やってるんですよ。はあ、すげえな。すごいですよね、あの裸足であのジャングルのあの
草の上とか、なんか 木切れの上とかバリ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 言いながら歩いてますよね、あの人たち。すごいなと思って。ちなみにその撮影中で一番困ったことって何だったんですか？そうですね、やっぱあの水と食料ですかね。ああ、それは大変だ、確かに。監督からですね、あの、まあ、ご覧になっていらっしゃる方に、メッセージを最後にいただければなと思うんですけど。はい。はい、僕たちのね、世界から離れている今の21世紀のラオスの森の中で、まだ狩猟採集民生活をしている人たちがいるということで、まあ、僕たちから見たら縄文人みたいな生活がまだ残っているということなんですけど、でも実際見ていただくとそんなに僕たちと遠くないというか、森の生活の中にもいろんな問題があったり、夫婦喧嘩があったりですね、するわけなんですが、あの遅れている人たちっていうふうに見るとそれまでなんですけど、実はそこから学べることもいっぱいあるんじゃないかなと思います。僕たちがね、あの、いろいろ失ってしまった共同生活っていうんですかね、食べ物をみんなであのシェアしたりとか、あるいは電気ガス水道家がなくても、あ、こんなに豊かに暮らせるんだとかですね、村の人たちは1日1時間か2時間しか労働しませんけど、それでも貨幣がない社会っていうのは可能なんだ、こんなオルタナティブな生活ができるんだっていう、むしろなんか僕たちがそこからヒントを得たり、あるいはもしかしたら未来の僕らの生活を変えていくための可能性がそこにあるのかもしれないですね。ぜひぜひ森の村ぶりを、京都、大阪、神戸で見ていただいて、いろんなことを感じ取っていただけたらいいなと思います。ということで今日は、森の村ぶりの、金子優監督と出演されてました、伊藤優馬、さんですね、はい、にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すごいとこでしょう。すごいところ撮影してますよね。いや、俺絶対行くの嫌。あれ仕事で行けって言われたら、まあ、どうしようか。ギャラ次第。そんな感じですけど、いやだからこそ逆に言うとね、だからこそだって自分行くの嫌なわけでしょ、うん、映画館行くしかないやん。そうですよ。映画館行って見るしかないなっていう感じですね、うん、だから、はい、面白いのがタイとラオスの村ぶりのちょっとね、なんか扱いがちょっとちゃうんですよ、うん、なんかその辺の違いをがあの映像の中から分かりますね、うん、でその狩猟民としての生活をしているラオス側の村ぶりの人たちはなかなか面白かったです。うん、あのすごい小さい集落の中で結婚するや離婚するやいう話してたり、撮影隊についてきてるあの、町から来たあの人、あのお母さん気に入ってんだったら寝たらどうとか話とかしてたりとか、割とね人間的にすごく僕は面白いなと思って。そう、金子監督もそう取材の中で出てありましたけど、まあ、日本人も忘れちゃってるようなそういうなんか原始的な人とのこう付き合い方というか、社会のこう普通というか素朴感とか ね、そういうようなところが、はい、いや、そういうのがあの残ってる、はい、垣間見れるという意味ではすごく面白い、ドキュメンタリーじゃないかなと。それは、ぜひ見ていただいて、すごいなんか見てみた、ね、見ていただいて、はい、確認していただければと思いますけど、はい、まあ、その辺ね、あの実はあの取材の中でお聞きしている部分はありますので、すみません、もう番組の中パンパンなので、番外編に出しますから、そちらの方で、しっかりと、インタビューをご覧いただければと思っております。はい、はい、ということで今日のグッドデイでした。はい、ありがとうございました。はい、ということでやっとエンディングにたどり着きました。終わんのかなこれ。思いながら喋ってたんですけど、はい、まあそうですね、あのなんかね重なってるんですよ、ものすごいいっぱいいろんな作品が、はい、時期的に重なった春らしくて、はい、まあ、またそのうちこういうあの映画ばっかり、映画の紹介ばっかりというパターンもあるかもしれませんけど、はい、また、お伺いできるところにはどんどん行ってですね、取材なり、やっていきたいなと思ってますし、また西郷さんのねインタビュー、面白いと思うんですよ。彼女もっとでもね、彼女に時間を与えてあげたい。あの今回ちょっとね、あの監督の都合でケツカッチンでもうお尻が決まってて、にもかかわらずなんか機材トラブルとかで時間遅らされて、時間がだいぶ短くなっちゃったんですよ、はい、だからそれがちょっと残念だったんですけどね、
はい、ぜひ、また機会があれば西郷さんのインタビューというのも、どんどんやっていきたいなと思ってます、はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、さよなら。僕も監督のイベントも来てね。一番大切な